この夏お台場新大陸と足柄サービスエリアで大人気だったガリタさんプロデュースの GQ グルメ、ガリタマップも好評の中、今夜新展開を迎えることに。半年ぶりのガリタ食堂、ちょっと飽きましたですけども、半年ぶりですよ、うん、ちょっと魚ってですね、僕はもうかなり小さく映ってるかも分かりませんけれども、でもええやん、半年ぶりのガリタ食堂でございます。もうないんかなと思いましてね、まあ、半年前かなりやりましたんで、ちょっともうガリタさんもカードがね、だいぶもう使い果たした状態やったんですけど、半年休みましたんで。増えてるの？どっさりどっさり、どっさりと、そこへ増上寺での映画イベントを終えた本日のゲスト、小栗旬が。小栗くん、さあ、なんと今回のゲストは小栗旬くんです。どうもどうも、よろしくお願いします。で、まあ、お腹も空いてるということで、はい、ちょっと体重もね、元に戻したいということで、ガリタ食堂、はい、じゃあ行きましょうか。どっち行きますか？こっちから行きますか？じゃあこっちから行きましょう。ちょっと待った。どうしたの？今行きましょう言うたやん。あれ？お腹空いてる。お腹空いてます。お腹空いてる。空いてる。お腹空いてる。まず時間ね、時間時やから、そうだ。今回もじゃあまた美味しいもん食べる。そう言うたやん、だから。そうやねんけど、めちゃイケで美味しいもん食べる。それで本当にいいんだろうか。今までそれでやってきたし、ね、こういうさ、例えば美味しいもん食べて、あ、美味しかったって言って、それでお店紹介する、そういうのって夕方のニュース、スーパーニュースなんかでもすごいやってるよ、毎日。いや、それ俺大昔に言うたで。それまさに毎日やってる。うまい。確かにガリガリの矢部を太らせるという大前提があるものの、うまい店を巡るという意味では他と同じではないかという岡村。そこで今夜はガリタ食堂の、そしてド八の限界に挑戦するための秘策が岡村にはあるらしく。 OK、 わかった。この喧嘩俺が預かった。喧嘩してない。誰も喧嘩してないです。ちょっといいよ、小栗君、ちょっと今回のガリタ食堂ちょっと預からしてもうてええかな。いや、嫌です。だって俺いっぱいしばらくやってなかったから、いっぱいガリタさん用意してるって聞きましたよ。そうそう、いっぱいある、いっぱいあるけど、とりあえず預からしてもらうよ。いいね。どうすんの？なんだよ、俺なんかハズレみたいじゃん、なんか。何ハズレって言ってるの？ハズレって何よ。ハズレではない、ある意味当たりの貴重な体験ができるグルメ旅。くっせ。うまいばかりがグルメじゃない。真逆の店にこっそり潜入すれば、そこには素敵な店主も。俺もう今日帰ってもいいでしょ。ダメだよ。ダメ。ガリタさんもみんなもうコリゴリな食堂、コリタ食堂が開店です。行く2軒目。これ行く意味ないんちゃうの？いつもに比べたらまだ全然食べてないでしょ。だってかき回すだけかき回して、ラーメンも寄せるだけ寄せて、結構お腹いっぱいになりました。ドライバーさん、次の店行きましょう。シートベルトしてください、皆さん。他とは違うグルメ番組を目指したい岡村。俺もう今日帰ってもいいですか？ダメだよ。ダメ。この後にまたちゃんとして、だって俺ガリタ食堂に出たくて来たんだよ。そしてコリタって書いてあった、さっき。コリタって書いてあった。コリタって書いてあった。本日の趣旨がはっきりとし、早くもコリゴリな一行は都内へ戻り、2軒目のお店を目指す。1軒目がね、ちょっとこう薄味と、そして独特な、あ、なんて風味があったんでね、あれでしたけど。あれ、収録中ですよ。ガム、今日はちょっとお目に見てもらおうと思って。ずっと匂いがね、ずっと匂いが残ってたんで、ね、口の中にやっと取れてきました、ガムの上で。逆やろ。さっきティッシュや。行きましょう。今食べとかないとなくなるかもしれない貴重なコリタ食堂。コリタ食堂がいいわ、本当に。今日楽しみに来たのにな、俺。どうぞ。ほう、
はい、スペイン風居酒屋、はい、聞こえてるでしょ、なんかちょっとスペインっぽいの、うん、ギター聞こえますね、はい、ちょ、じゃあ行きましょうよガイダさん、どうぞ店主がギターを奏でるスペイン風居酒屋ペキーノ・イ・アミーゴ。ここでは人気ナンバーワンだというスペイン風パエリアを試すが、入店早々岡村があるものを見つけた。料理店じゃないもんね。そうですね、スペイン風居酒屋。ちょっとすごいの見つけましたよ。ほら、キョンキョン、キョンキョン、キョンキョン、すごい、マジでマジで、ほら、キョンキョン来てはんねん。キョンキョンだ、ほら、あれ大将でしょ、だってほんまや、すごい、お父さん、これ、キョンキョンですよね。あのね、それはね、うん、9年、10年前か、うん、9年、あの、これまで渋谷でやってたんですよ。渋谷でお店やってたんですか。そうそう、だからあの、ドラマなんか来た時に、はいはいはい、キョンキョンとか、中野美穂ちゃんとか。すげえ、お父さん、うん、すげえよ。その時もあれですか、同じようなこの。いや、あのね、いわゆるあのスナックってやつ。ああ、スナック、あ、その時はね、スナック。まあ、この半分くらい小さな店だったんですよ。でもすごいよ、キョンキョン来るなんて。すごい。すごいっすね。少々、キョンキョン来るな。大丈夫だ。そして、料理を待っていると、矢部が再び。また噛まれたわ。飛んでます。外ででしょ、中で中で行ってからやねん、かよなった。外で構えた。俺が帰ってる。どうしたの。いや、大丈夫です。大丈夫でしょ。一軒目、二軒目、共通のあの活気のなさがあるんですよ。そうですね、お客さんはですね。活気なくないですか。こだわりがあるからね、やっぱり。こうやってお忍びで来れるような店やから、でしょ。だからそういうことなんですよ。虫の数の方が多いやんか。今回の共通点として料理が出てくるのも遅いので、どういうシーンが一番大変でした。アクションシーンですか、やっぱりね。アクションシーンですか。急に映画の話。急にですね、やっぱアクションもあるでしょうし。そうですね、アクション結構いっぱい。英語しゃべってうまい。英語ね、うん、英語もやっぱり喋るとか。これあれやったの、やっつけたの、はい、やっつけちゃいましたね。と蒸し退治をして待つこと15分、はい、ようやくスペイン風パエリアが。パエリア、すげえ、パエリア、ありがとうございます。ジャパニーズパエリア。店内ではヤーで表記されているパエリアは、熱々の鉄板ではなくお皿に乗せられたスペイン風。エビや貝、野菜もいろいろとあって、見た目は実に美味しそう。具がね、すごいたくさんありますけど。イカです。来た。イカになってますか。あー、イカはね、どことなくビビってる様子のかがりピー。ご飯も。そしてお米も。スペイン風とつくパエリア、そのお味は。まだ味しないですよ。普通なんかあるじゃないですか、だしが、うん、ご飯に、うん、ご飯も本当に。こんなに黄色だね。全然味しないです。食べて食べて。矢部も恐る恐る口に運び、いた、いた、痛い、痛い、痛い、何入ってんやこれ。痛いと言われさらにビビる小栗、思い切って口へ。冷やご飯や。もともとさ、冷やご飯を温めてやる。固まった米粒噛んでもうてもや。痛い痛いってな。あれかもしれないですね。さっきのお店に比べたら、うん、美味しいのかもと思って食べれば。かも。カロリーが臭くない。さっきの店と比べたら臭くないから。ムールは？ムールは全然気につけてない。ムールはちょっとこれやめとこう、ね。え？ムール食べさ。あ、僕大好きやん。ムール食べさ。一軒目の影響か、みんな弱腰だが。まずくなりようがないじゃないですか。バケツいっぱいのモール貝を平らげるガリタさん曰く、ハズレがないという食材。それなら安心か。納豆みたいな糸引いたね。
砂を噛んでんな。ムラ砂抜きしてるんですね。矢部が痛いと言ったお米は、うん、そう、冷やご飯だから焼き飯みたいな、いやパエリアっていうか焼き飯みたいな、美味しいんだと思って食べれば、うん、すっげえ美味しいと思います。おい、小栗君行くね。あなた振ってやろう。腹減ったもんね。それなら塩焼きそば食べます。なんでそんなピンポイントに言ってきた。塩焼きそば、ちょっと麺のリベンジしたいなと思って。さっきの誰一人乗り気じゃないが、塩、すいません、塩焼きそば一つください。はい、まあ焼きそばとかはまあ大体基準の味ってあるからね、うん、そのびっくりする焼きそば食べたことないもんね。そしてやってきたのが、今日ね、焼きそばの麺がねちょっとなくなっちゃった、ね、麺を変えたら妙なんだけど妙な塩焼きそばにおぐりが切れた。塩焼きそばです。今日ね、焼きそばの麺がねちょっとなくなっちゃった、ね、麺を変えたら妙なんだけど妙なのが、妙なのが、これ何の麺ですか。ラーメンの麺ですか。そうですね。ね、インスタント乾麺で作った塩焼きそばはスペイン風でも何でもなく、よく見る作り、少し超えてはいるが、ある意味レアな一品。熱いからね。妙なものができたと店主は言っていたが、なんと言えば伝わるか考えているようで、出てきた言葉は、塩焼きそば食べない方がいいです。あ、そう。岡村も耳を疑うその言葉ならば、小栗にも食べてもらおう。そして矢部も挑戦。こんなもんね。焼きそばの麺がなかったら作らなきゃいいんですよ。ないって言ったらいいでしょ。いつもは焼きそばの麺だけど、さっき頼んだ時にないだろ。本当そうです。いや、だってお父さん言うてた妙なものができたって。出したらあかんやん。妙なもの。いつもは焼きそばの麺使うけど、他では味わえない珍しい料理なので、とりあえずもう一口いったかがりピー。塩、塩振ってみる。いや、あかんよ。塩、塩ラーメンやねんから。塩ラーメンちゃうっすね。塩ラーメンちゃうっすね。塩ラーメン、塩焼きそばや。おい、ね、誰が塩ラーメン、ラーメン塩焼きそば言うてるやろ。じゃあじゃあ、インスタントのラーメンの乾麺を使ってんやろ。今回はだからそのラーメン塩ラーメンだけど、塩焼きそばやって言ってんの。これはわざわざ作ってくれた店主に事情を説明し、インタビューしてみる。パエリアいただきましたけど、はい、僕らが思ってるパエリアとちょっと違いますね。違います、全然違うと、うん、全然独特のパエリア。だからあの、うちはあのスペイン風、スペイン風ですもんね。風ってのはなんちゃってなんですよね。なんちゃって、なんちゃってですね。なんちゃってですね。そうそう、なんちゃって、なんちゃってパエリア。でもお父さん、このなんちゃって感すごかったですね。なんかこの焼きそばね。ね、こんなの初めて作った。これでそういうの分かってればね。これでお父さん700円ですよね。でもね。でも700円ってのはちょっと取りすぎです、これは。これじゃあどれぐらいにしときましょう。これは500円ですよ。焼きそばやったら700円。そうですね、きちんとあのそのいつものできれば。そうですね。あのお父さん、先ほどちょっとギター弾いてらっしゃいましたけど、ちょっとなんかなんちゃってギターなんちゃってギター。たまたまテレビで映画やってて、はい、昔のそのあるシリーズの映画で、はい、あの好きだった曲がその中に入ってたんで、それをちょっと弾いてみましょう。やった。
何の曲だか当ててください。はい、おそらくご存知だと思いますけど。角谷さんから突然のクイズ、テレビの前の皆さんも一緒にお考えください。よく弾いていらっしゃるので止められない。こんなフラメンコギターとスペイン風のなんちゃって料理を楽しめるのはおそらく日本でここだけ。興味のある方はぜひご来店を。ちなみに正解はモスラでした。さあ、いやとりあえずね、じゃあもう一軒ちょリベンジさせてください。爆発的にうまいもんが食いたいです。そうね。ちょっとじゃあリベンジさせてもらっていいですか。もはや岡村の言葉は信じられない。おぐり何その態度。おぐり君、いやうまいもん食べたよね最後。ほんでなんかね、じゃあちょっと聞いてください。じゃあ聞いてください。ほんまに最後カレーです。この暗闇の中で発表してますけどカレーです。まあ、カレー間違いないでしょ。間違いないですね。じゃあなんでさ、はい、おぐり君怒ってんの？いや怒っちゃいない。そんなおぐり君嫌やわ。いやすいません本当になんかね、思ったこと言った方がええよ。おぐり旬に文句は似合わない。俺だって今日ガリタさん、ガリタ食堂来たんすよ。カレーお前で最後もカレー、もう最後グワー書き込んでカレーを。だってもうきっとこのコレタもう二度とやらないでしょ、ね、俺もそんな気がする、ね、うん、俺とんでもない回引いたよプライベートなら絶対に行かない店を巡る今日は確実に当たりの日なのに。なんちゅう顔してんの小栗くん。いや偉いよ、もう宣伝のみ。もうこれだけはなちゃんとして帰らんとな。そしてなぜ誰ももうこれを持たなくなったのついついね車に忘れてきちゃうんですよねちゃんと告知の時間はちゃんと設けますから。もういいっすよ、もう告知いいっす。帰らせてくださいカレーを食べてから帰ってください。こちらです。この奥、男の台所。お、縦看板を見た小栗が。カレー屋じゃないじゃん。ほんまや、パーティーハウス。パーティーハウスって書いてある。ちょっとカレーパーティーじゃん。カレーパーティー使えない、そんな顔してたら土曜8時に。なんちゅう顔してんの。そのカレー屋じゃないじゃない。あっちにしよう、あっちに。手作り餃子ダメ、あっちは美味しいから。あっちは美味しい、どういうことですか。そこ行ったらええから。カレーって決めてるんだもん。専門店の餃子はいつでもよくて、ここ男の台所の自家製カレーはなんというか来年は食べられないかもしれない貴重なカレー。こっそりカメラを回しながら店内へ。飲み物何かいる？僕生ビールください。ビール飲む？行く？ビール飲む？じゃあ飲もうか。通常のガリタ食堂ではアルコール禁止だが、今日はコリタ食堂なので OK。 ちょうどパーティールームで、ね、乾杯とか。カレーパーティー。はい、お疲れ様です。すごい飲みっぷりですね。さすが。うまい。いい顔しましたね。いい顔しましたね。皆さん。今日初めて言ったね。そうですね。いい顔しましたね。すごい。うまいよ。うん、本当にうまい。と、ガリタ食堂を何度も経験してきた矢部が、やっぱこんなこう元気なくなるもんやねんな。食べてないからやろ。やっぱな。こういうロケはありますか？初めてちゃうかな、こんなにちょっと元気がなくなって、テレビで。でもさ、これまた文句言うけど、だとしたら一度でも俺ガリタ食堂出てった人の方がいいと思うんだよね。
前回はあんなに楽しかったのに今回はって、俺今回ガリタ食堂も出たことなくて楽しみにしてきたらさ、ポリタ食堂でしょ。めっちゃ苦情すごい真横で真横で。まあまあでもカレー食べてからそこは判断して。じゃあいい香り、うん、カレーほらすごいいい香り。ここへ来てうまい飯にありつけるのか。あれあ、どうした。早くも何かを察知したかがり P の鼻だが、濃厚で大きな具が入ったいわゆる男らしいカレーをがっつりと言ってほしい。お父さん目の前にいるからね、ちゃんとね。言葉選びは慎重に。僕大丈夫です。痛いです。満喫します。ではどんな味かおぐりに表現してもらおう。やはり感想が出ないので岡村が自ら食べる。ところどころであるからね。お父さんいてある。ところどころのあれだね。なんかコーンってきたり甘かったり。ところどころの感じ。はっきり言うけど。はっきり言わないで。ちょっと包んで言って。うん、今日のいろんな流れからのこの段階で俺正直ちょっと美味しいなと思ってますね、うん、上がってきてない、うん、なんかそういう感じになるじゃない。あっこからのスタートできたら、うん、カレーに手をつけていない矢部が、ちょっと何そんなの、その食べてんのその後で、そういうもんやから。ああどう、トマトは。うん、おいしい。俺の飲んでばかりで食べない小栗を心配し追加のメニューを探す岡村。すると何かを見つけ。トマトおいしかった。トマトおいしい。 お口直し最高。ハチミツトマトっていうのがあるんだけど、サラダかな、デザートかなって書いてある。これは気になるメニュー。すいません、ハチミツトマト一つください。怒ってる。なんでなんで、うるさいからパーティールームやのにカレーを残しているからか怒っているようにも見えた店主がさーっと作って持ってきた蜂蜜トマト。バジルがかかったおしゃれな一品だが、めっちゃ蜂蜜かかってる。またも店主が見ているので言葉選びは慎重に。首を取るやん。首を取るやん。おぐりくん、初めて。いただきます。デザートかサラダか、店主の目を気にするおぐりだが。これはかまんね。なぜか関西弁で答えたおぐり。そして矢部も挑戦。サラダかな、デザートかな。サラダかな、デザートかな。ハチミツとトマト。ハチミツトマト。ハチミツトマト。岡村にもデザートかサラダか確認してもらう。表情が曇るが店主が見ている。誰も2つ目を食べようとしないハチミツトマト。お父さん見てるからもうこうなったら、お父さんちょっとカメラ回してインタビューしたいんですけど大丈夫ですか。全然大丈夫ですか。ちょっとカメラもう一台入りますけど、これカレーあれですね、チャツネ
がすごいんですね、こだわりのチャツネというか。まあ、甘い辛い両方ね。はい、お父さんはこの好きな味のカレーなんですよね。これはイギリスカレーなんですかね、イギリスの寄りの。僕はあんまり辛すぎて食べれないよね。お父さん食べれないの。食べれない、辛くて。いや、お父さん、このこれすごいですね、蜂蜜トマト。そう、不思議なことを書いておくと取っていただけるんじゃないかぐらい。でもお父さんも試して、もちろん最初は召し上がってるんですか。もう20年やってるから、このメニューはね。蜂蜜トマト、ほー、はい、すごいです。もちろん初めて食べたんでちょっとびっくりしましたけども、体にも蜂蜜良さそうだし。なるほどね。どうですか、もう大丈夫ですか。お父さんへの質問等あったら受け付けますけども。質問ないですか、お父さんに。質問僕は大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。矢部さんなんか、俺も料理全く分からへんから。あ、うん、俺はもう出されたもん。小栗くん、なんかお父さんに質問あいつ何あいつ自分だけ自分だけなんか違うポジション。そうですね、うん、特に質問することもないので、最後はニコニコ笑ってくれた佐藤さんにコリタステッカーをプレゼント。そして本日のコリタ指数も 100% となり、ロケは全て終了。これちゃんと放送されますこの後小栗と大反省会。されます、されます。さあ、そういうことでね、3軒ね、無事終わりましたけども、どうでした。結構いいお店僕用意してたつもりなんですよ。ほんまやで、ほんま、ほんまさんいらっしゃるってことで、うん、これちゃんと放送されますな、うん、今日ね、本当にまあ文句ばっかり言ってたよね。本当なんかプロとしてはやっぱりあんなとこ食べても、うわうまいっすねって言うて、で車戻ってきてから俺ボコボコにしてくれたらよかったんちゃう。え、じゃあなんか言った自分自分言った？うまいとか。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今回に限ってはだから皆さんが美味しいとか言ってくれんのかなと思ったら、なんか臭いよとか。俺ビール飲んだ時に初めてガリタさんのあんなうまいって声聞きましたよなんであのお父さんに3人とも質問なかったの最後。なんやろあんなおっさん。あんなおっさんってどういうことやねん。あんなおっさんにニコニコしてええおっさんやねん。何を質問すんねんあんなおっさんに。でもこれはさ、本当にさ、うん、今日お会いした3名、うん、みんないい人だから。すごい人意外とみんないい人だから、うん、やっぱりあの人に20年も続けてる蜂蜜トマトをもう蜂蜜かけるなとは言えないですよ言えないよ。本日紹介した3軒のお店はガリタマップのガリログで詳しく紹介しています。おそらく他では味わえない料理と気取らない店主に少しでも興味のある方はぜひ一度足を運んでみてください。貴重な体験になることをお約束します。さあ、それではね、小栗くんから、ルパンのね告知お願いいたします。テンションの低い告知もういいよあかんよこれちゃんとしとかんといいよ、事務所の人に俺が怒られるわ。俺も懲りましたもう懲りた、うん、懲りた小栗です。懲りたこれはじゃあ差し込んどきましょうか。差し込んどくはちゃんとしっかりね。岡村 NG が僕から出る